高層マンション多いね。スーパーとかあるの？確かに高いスーパーがありそう。ああ、成城石井みたいな、うん、こういうとこすれば、ある程度の金持ってる人たちでしょ。だよね。いいなぁ、お金欲しいなぁ。誰かくれないかまたかなえちゃんが来たよ。映画かなえサインが言わないでしょ。かなえちゃんのこと連呼しすぎじゃない？言わないでしょ。あ、かなえみたいな。あ、そうか、 A の時は最後が A、母音が A で終わる人の名前は全部使える。あ、そっか。あ、あ、じゃあ、あかねちゃんでいいじゃん。あかねちゃんで、堀さんが大好きなあかねちゃん。そこか、ナイス。あ、で、今日 LPP ね、せっちゃん LPP じゃん。相手の試合の、あ、試合のチームの名前。またそういうよくわかんない。うちは陣やってくるよ。今日はこのパー詰めのやつがシュートのブロックに後ろからちょっとここでやられたら中のディフェンスオーバー代わりに。テニス爽やかね。うん、テニプリがいるかもね。テニプリ、あれさ、あんな中学生いないっしょ。いないいない。中学生なんだ。成長しきってんじゃん。なんかさ、1個下のことを小僧とか言う小さいんだから。いない高校生から見たらお前ら全員小僧だよみたいな感じでしょ。確かに。なんかさ、主人公のことをさ、小僧とか言う敵がいて、小僧ってお前中3だろみたいな。つうかさ、みんなさ、体成長しきりすぎで、ね、あんな中学生いないし、みんなさ、みんな単発でしょみたいな、ね、私も読んだこと、ちょびっと読んだことあるけど。来週。来週。うん、エミさん、なかなかパフェ食べに行けないね。そうだね。朝練がないとなかなか、ね、なんかいいパフェ見つけたんですか？千疋屋でパフェ食べるの。千疋屋のパフェ好きでね。って言ってもいちごしか食べたことない。私も多分昔に1回食べたレベルだと思う。なんか新宿に千疋屋のフルーツ食べ放題とかあります。新宿にあるんだよ。千疋屋は新宿にはない。千疋屋はね、食べれるところは日本橋の本店か舞浜とか、舞浜かもしれない。あ、そうそうそう。舞浜と横浜にもあるけど予約が超取れない。ケーキ食べ放題。ケーキとかフルーツ食べ放題だけど全然予約取れない。誰か取ってって思う。そっか、全部平日なんだよね、確か。来週。来週行きたいからさ、誰か取ってよって思うんだけどさ。スイカ食べた。スイカ、これからの季節ですね。お、あー、惜しい。惜しい。あこちゃん、今日結局行けるようになったの。行きます、行きます。そうなんだ。みんな行く、楽しい。珍しいよね、みんな行くって。あ、あかねちゃんからユニフォームのに対しての。あ、なんて書いてある？あ、でも割と、キモいとかは言ってないけど、うん、荷物増えるの嫌だな。そっちか。マリナちゃんはどこに、所在不明。持ってくると思ってたね。結局は持ってくると思うよ。ダフリさんがマリネちゃんその T シャツ1枚で着てるって言うと思う。なんで？わかんない、なんとなく超キモい。あ、ラインが見えるから。うん、この丈が一致。あ、丈？そっちの話？こっちじゃないんだ。こっちじゃないんだ。こっちは多分ね、見えないと思う。あ、見えるんじゃなくてさ、なんかライン的にさピターってなるから。そう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 。AGK やね。わかりやすい、わかりづらいな。でも外して入れてください。ちなみに AGA は薄毛だよ。薄毛溶ける。おっ、あー、来た、来た、来た。あれ入ったの？かなえちゃんたち、あの堀さんのプレゼント何あげたの？ああ、私買ってないんだよね、あれ。いや、あの、あげたのって多分あかねちゃんとまりなちゃんだけ。そうそうそう。あ、そうなんだ。あ、お金払ってるよ。でも、あ、そうか、うん、買ったのは向こう。え、なんか普通にありがとうクッキーみたいな。その後になんかさ、写真によると井口さんがパンツあげたでしょ。あ、書いてる。カルバンクラインでしょ。そうなんだ。書いてあったよ。
パンツの上に。井口さんって怪我しちゃった。知らない。確かにでも昨日怪我って書いてあったね。みんなびっくりするよ。突然、ええ、けみたいな。こっちで。あ、いいよ。ごめんね。なんか時間の区切りないみたいだよね。ないね。取らなくていいんじゃない？じゃあちょっとお休みしたら手が疲れちゃう。